Space Monkeys TV。 はい、どうも、Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今日はね、スクイーズなんですけど、ちょっと特殊タイプなやつ、ちょっと見てってください。はい、これはですね、果実のスクイーズなんですけど、なんと中にね、ぷよぷよボールがね、めちゃくちゃ入ってるタイプのスクイーズ。早く取ってグニ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 握ってみたい。それでは行ってみましょうか。1回100円、500円で6回なんで500円でやりたいと思います。ただね、このね、 UFO キャッチャー、多分確率機、僕はいつもやるんですけど、500円で一発ゲットできるジンクスがあるから、500円でやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。1、2、3、4、500円で6回できますね。500円で一発で取れるジンクス、本当なのか、いきたいと思います。それではメロン狙いたいと思います。500円一発ゲットなるか。挟んだよ。すげえいい感じでガッチリキャッチ。あ、やっぱり取れた。500円で一発で取れるジンクス。取れた。やっぱりこれね、500円で一発で取れるジンクス、これやっぱりね、本当かもしれない。あとね、5回あるんで続けてやっていきたいと思います。それでは2回目、次はブドウを狙いましょう。ただね、こっからはね、多分ね、確率的な話になるから、掴んだとしても途中で離れるかもしれない。掴んだよ。あれ、これも多分取れたぜ。お、2回連続マジで。ちょっとやばい。取れた。あと4回あるから、いきます。次はじゃあオレンジ狙います。2発連続で取れたのは初めて。いくよ。オレンジはどうだ。ゴー。あー、外した。あ、でも結構なんか今強くなかった。バチューンって挟んだよね。よーし、多分ね、オレンジ狙いたいんですけど、オレンジ奥まっちゃってちょっとアームが届かない可能性があるんで、やっぱりブドウいきます。あ、アームがずれてる。これ純粋にむずいんじゃねえか。ちょっと延長戦突入。100円いきます。いきますよ。そうだ、挟んだよ。あー、やっぱりずり落ちたね。アームが若干弱いような気がしたね。まあこんなもんにしておきましょうかね。はい、ということでね、500円で一発取れるジンクスはちょっと真実味が本当に帯びてきた。こいつ一発で取れました。まずは握ってみましょう。ほら、見える？だからブリブリ見える？見えますか？こんな感じです。ブニブニすごっす。次、ブドウ。ちゃんとね、ヘタがついてるからね。いきますよ。おにゃ、すごいでしょこれ。これ綺麗だね。ブドウの色綺麗だね、紫。ダブルで、ダブルでどうですか。音聞いて、音。うわー、やりたいでしょ。ブニブニやりたいでしょ。これね、500円入れるとね、1回でトレードジンクスあるんで、みんなチャレンジしてください。俺は今日、多分確率的な重なりがあって2発連続で取れちゃったと思われます。てな感じで、以上、スペースモンキー TV の特殊なプニプニボールが入ったスクイーズ、500円で2回、しかも連発で取れました。バイ。